まこんばんは。今週も8時になりましたので、毎週やってます通り配信会始めたいと思います。よろしくお願いいたします。毎週説明しておりますが、21時過ぎ頃にミニ大会四季の細道を予定しておりますので、それまではラジオの様子放送いたします。そちらの方お楽しみください。今週もよろしくお願いいたします。
Yeah!
Oh!
You win!
Thank you.
Round 1, fight!
Yeah!
Round one, fight!
Oh!
Yoga fire! Yoga fire!
はい、こんばんは、川島ですよ。はい、どうも。第1試合、さあ、本日の、第何回かな、83回の四季の細道、始まります。さあ、1人目、京さん、久しぶりですね。京さんの剣と千本くんの、フォークです。さあ、京さんの剣は、とても、面白い動きをする剣でございます。さあ、出るとこは出る。さあ、最後は削りですかね。さあ、千本くんのフォークも、ここ半年ぐらいですかね、だいぶ精度が上がってきてて、一回転ぶとやばいですよ。さあ、あの空中くらいの時にね、タクがね、間違えちゃうとフォークがジャンプしちゃったりするんで、なんでガードできてるんだあれは。さあ、今半角だと思ったんですけどね、ちょっと遠かったのかな。昇竜を根元で当てないとダメだったのかな。さあ、しかし、さあ、剣の体力あと一発で死ぬ。さあ、回しに行った。さあ、危ないよこれ。波動つらいよ。さあ、大キック。さあ、あの技はね、ちょっと、なんでしょう、居合切りじゃないですけど、見えないんですね。たまにしか出さないんで、長さが本当わからない。どこまで足が出てくるのかね、予想がつかないですね。ブン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 振ってくれればわかるんですけど。さあ、画面端。さあ、京さんの剣が、さあ、波動拳、昇竜拳。さあ、京さん、勝利。さあ、2人目はクレジンさん。さあ、先日の豪雨により広島ではかなりの被害が出てるみたいですが、クレジンさんの故郷は大丈夫なんでしょうかね。さあ、クレジンダルシム。さあ、しばらくお休みしてたのかな。ここはちょっと見てなかったですけど。さあ、剣戦は、一歩間違えると死があります。さあ、しかし処理っちゃえば、まあ、ダルシムは激有利ですね。さあ、お釣りを間違えると昇竜が当たります。さあ、早い判断力が必要。やらないならやらない、やるなら早く押さないとね、いけない。さあ、フレーム、これは減った。さあ、竜巻が当たってめっくり、あった、今の5ヒットいけたかな。さあ、京さんが暴れまくって、さあ、半角を取れない。スライディングは間に合わず。
さあ半角ねちょっともったいないところ3回ぐらいありましたかね。さあ京さんの剣が2人抜いて3人目は、米崎さんがなんと遊びに来ている。さあ米崎さんお久しぶりでございます。さあ先ほどゆうべがさんと、ガチってましたが、さあ温まってるはず。さあ1人目のキャラはいきなりダルシム。さあグレー灰色の水色、これはムーさんと、同じカラーですね。さあムーさんより俺の方が強いんだとそんなことは言ってませんが、まあどうでしょうね、米崎さんの方が経験値は上なのかな。さあさすがに牽制うまいですね。さあ逆にスラスト出てしまって、さあコパンすかして投げる。さあうまいっすね。今日はダルシムが多いのかな。え、まだいる他に。あ、クレジンさん、3人。さあ、表だった。痛い。さあ、無理に暴れず。あ、ここはタイミングがっちり昇竜にあってしまいましたね。さあ、京さんが取り返して。これで 1-1。さあ、開幕ハード。さあ、ハード、ハード。さあダルシム側は剣の波動には見てからファイヤーでもいいんですが、まあ、お釣りでダイヤシが入るならダイヤシ入れてもいいですし、打ち合いになったら、まあ、立ち台キックだけ波動にバンと当ててもね、相打ちでそれでまあいいのかもしれない。さあ暴れまくって、さあピョンピョンしているといろいろダメージを食らって死んでしまった。さあ残念ながら京さんは2勝でストップ。さあ米崎さんダルシム、さあ1勝。さあここで登場エクスパー、エクスパー竜さあおなじみオレンジ色。さあ不思議な動きをする竜に対して米崎さんはどう対応するのか。さあ初見だとねかなり、翻弄される動きをすると思います。さあ投げ、さあ昇竜。さあしかし米崎さん硬いぞ。さあ無理にはやりに行かず、今ね置き攻めもちゃんとガードして昇竜吐いてたらお釣り入れるよっていう始まりですね。さあ今の判断ちょっと難しかったですが、さあ真空もガード。さあ立ったのに食らってしまう。さあこれはお釣り角。さあ米崎さんは太陽型、まあでも攻める時もあるんでね、見てるとちょっとハイブリッドダルシムですね。さあスライディングスラスト。さああれね剣に対してやるとねあれがもう掴まれちゃうんですよ膝でね、気をつけなければいけません。さあちょっと近いような気もするが、さあ昇竜スカッとバカになって、さあしっかり投げる。さあエクスパー、これはバコン溜まってはいるが、ここはさあさあ何もできずに最後スラストを食らってしまう。さあ米崎ダルシムが2勝。さあここで登場はなんとゆうべがポリス、ポリスメン、ゆうべが警察ですね。さあ1キャラ目は何でしょうか。さあおなじみの、口のでかいやっぱりこいつでしたね。さあ顔の半分は口なんじゃねえかぐらいの、ニヤッとしてる真っ黒な人ですけどね。さあゆうべが DJ、俺の DJ よりはるかにコンボ性能は高いです。さあワンチャンで殺せますこのキャラ。さあプラスゆうべがさんの、読みと、コンボ性能、弾の速さ、さあそれをもってしても、まあ、誰しも有利は有利です。しかしスパコンが溜まるとワンチャンわからん。さあしかし DJ 戦うまいですね、硬い。さあ無理はしない。スラスト暴れ食らって、さあファイヤーファイヤーファイヤー。今しゃがみダイパンいけそうでしたが無理はせず、さあた普通の中盤でしたね今ね。さあ時間切れ。さあここは固く米崎ダルシムが一勝。さあゆうべが DJ は
何か しに行かなければこれは勝てないぞ。さあ開幕からちょっとダメージをもらって、さあこれダルシム側がひよってしまうと、持ってかれてしまう可能性がある。さあしかしこの立ち回りは時間切れを狙っているような、前取りですね、ルブヨさん。さあ DJ がスパコンも光って、さあこの前はギリギリスパコンが歩いて届く距離。さあスパコン無理に打たずに、さあ時間を稼いでいる。さあ中パッ中足つながってはいないが、何かボタンを押していた模様。さあジャックからスパコン。さあこれはよく見てましたね今ね、ダルシムのドリルね、ほんと早いんですけど、まあユーベガさんね、ベガというキャラでもドリルは見慣れてるんでね、前ジャンプ中盤で狩るもう癖がついてるんでね、よく見えてます。さあいい勝負ですね。さあファイヤーファイヤー、削られていくのはしょうがない。どっかで飛び落とすか、スパコンを前歩いて当てに行く、それぐらいしかやることない。さあ安いが、でもダウンして、さあテレポいい場所に抜けて、さあこれでわからない、ちょっと DJ リードですがスパコンがないので無理はできない。さあちょっとずつ時間を使って削られて、さあ DJ がどっかで飛ぶ。さあスパコン、さああの駆け引きがねほんとうまいです、ゆうべがさんの DJ。 さあ米崎さんが2勝でストップかな。さあ、ゆうべが DJ。 さあ、ここで登場瀬尾くんのベガ。さあ、次俺ですか。はい。さあ、ベガはゆうべがさんのメインキャラであるが、 DJ 戦がきついのは分かっているはず。さあ、DJ はその強い行動をベガに当てていきたい。しかし瀬尾くんは前を詰めてガンガン歩いていく。さあ投げしけに、さあホバーにエアスラ。さあわからない、なんと上からジャンプ中キック対空、あれないですね多分、多分ジャンプバックジャンプ大キックとかじゃない、多分対空なんないですね、大パンでもいいのかな。さあここは投げに行ったところ、ジャックを食らってめくりを食らって、ビオラないぞ。さあ投げてビオル。さあここは読み勝った指輪さんが1本取り返す。さあ開幕エアスラちょっと遅らしバックジャンプキックスカル。さあホバーはガード、さあ2段ジャンプはせずに前からコパンエアスラ。さあエアスラジャックアスカル、しかし硬いですね、ゆめがさんの3本目。さあ前ジャンプ通って3段、ああこれは瀬尾くんがうまかった。さあ悔しがるゆめがさん、これか。さあ川し、勝った瀬尾ベガに今から入るのが川シムのザンギエフね、川島試合なのでマイクセロテープに変わります。さあ、X ゲーマーズさんいつもコメントありがとうございます。これはあれですね、アニバーサリーコレクションの日本版発売日が決まったことに対するコメントですね。そうなんか日本版と海外版が全部入ってるからちょっとお得な感じ。オンライン対戦は海外版でないとできないんですけれども、まあ、ちょっと先、2ヶ月ぐらい先ですけれども発売決まったので本当嬉しいですね。さあ試合の方はカワシムが、おっと壁まで詰めてガードからのスクリュー、ダブルニープレスもめり込まないと吸えないんですが、今のはやっぱり押してた分めり込んだところにリバースのスクリュー。さあスライディング入って逃げ中継、あれは中断、コパンで落として踏み込み中足、ベガの中足あまり長くないのでダブラに当てるのはちょっと難しい。さあ
ホーバーめり込んでこかしたんですが一回逃がしてしまう。立ち台パンチ耐久からさあ川島はダブラリ引っ掛けてはめ殺すスタイルでこのラウンドワンチャンもぎ取りたい。さあ見てからホーバーナイトメアで削って一本取り返す。台足が入る。ここは確定。投稿してもきっちり。さあ上から収まりつけていく。ごちゃらせて勝ったのはカワシム。さあ次試合自分なんですが誰かにマイクを持ってほしい。その辺にいる人に誰かにマイクを持ってほしい。でも自分も次なんですけどマイク持ちました。ハクです。次はセロテープさんのザンギですね。ザンギザンギ、あんまりザンギザンギの立ち回りは全然自分にわからんでわかんないんですけど、おっと高めに当ててスクリュー、あっと走ろうとしたがどういう立ち回りがいいんですかね。勝ち中継とやっぱ下段林なんですかね。ダブラリーダブラリー差し合いがメインになってきて、おっと投げ返して回している。おっと残機使いとしては負けられない。ダブラリをやり返して飛んで、あうまい、あうまい、起き上がりスクリューをしようとしたところですね。いいですね。やっぱり残機のことを知ってるのは俺だっていうことですね。おっと立ち台パン回して飛んでダブラリー、あめくったけど同じことをやり返していく。バレている。投げて、あこれ分かんないぞ。あっとダブ、あ光った、やる。ダブラリが当たんなかったですね。微妙な台足の間合いがヒヤヒヤしますね。おっとダブラリー、あー4段やる、かっこいい。ちょっと行ってきます。さあカーシム戻ってまいりました。あの中段ドロップキックなんだよね。さあ緑色のザンギが勝利。さあこれ登場は残念ながらハクサのキャミーでした。さあここまでか。さあしかし経験ではセロテープさんが一枚上手。さあとはいってもキャミーキャミーザンギ、さああの中足がマジックソワザ強すぎる。あーっとあれね、超頑張ってダル、ね、ダブラリ出してもダメなところもあります。あれそうなんです、そうなんです。中キック中キック、さあキャノンスパイク、あんな遠目で当たってかさ当たりでさえダウンする。さあ強気にスクリューいって、さあここはキャノンスパイク読みのダブラリをなんと歩いて中キックひどい技だ。しかし画面端でプレッシャーをかけているのはセロテープだったが、ここは削り角。さあ残念ながらザンギエフは横になっている。さあハクさんのキャミーが、緑色のザンギを殺して、さあこれ破天荒さん、さあキャラはもちろんリュウ、さあリュウキャミー、さあリュウ側結構有利でございます。しかしワンチャン波動を読まれると痛い目に遭う。さあしかしキャミーはねジャンプが遅いんでね、まあ遅くないのか、なんかふんわりしてるんでね、あガイルと一緒なんだ、なるほど。
さあ誰かさんの情報によりガイルとほぼ同じジャンプの 空中に行くスピードだそうです。さあそれに加えて、空中で姿勢がなんかふんわりしてるんでね、弾はかなり避けやすいんですが、まあ、それでも流線はね弾避けがまあ半分ぐらいですか、半分ぐらい弾避けですかね。あとはこのフーリガン、さあ前歩いて前飛んでいる。さあぴったり飛んでいてジャンプシューパン、さあことハクさんが取り返して1-1。さあ昇竜拳、さあめくり当たりづらいですキャミーよ。さあジャンプ投げかな、ちょこっとやりましたね、中盤ぐらいですか。ジャンプ空中投げなんかよくわかんないですね、キャミーのモーションが。なんかよく見えづらかったです。さあめくり竜巻、さあ強気の波動を食らって真空削り、さあ強気の波動を飛んだところ当たってしまって破天荒さん勝利。さあお金をちょうだい。あ、これもう2周目2周目さあもう2周目に入ってます。さあ千本くんのベガ、さあ竜ベガまたしても竜がちょっと有利な組み合わせ。さあベガねすごい面白いキャラなんですけど動かすのはすごい難しいです。さあ対空は弱いし、まあ、投げは強いですよね。コンボは難しい。さあふんわりしてわからん殺しをしたい。さああっちガード、さあナイトメアは溜まっているが弾を踏んで死にそうな気がする。あバックジャンプライキック、さあ破天荒さんが1本目勝利。さあバックジャンプから波動拳、さあ前ジャンプ大キック食らったが、まあ、大事には至らず。さあ波動拳、さあ前ジャンプ竜巻めくりちょっとあれコパンでもつながってましたね。さあ波動拳どっかで見切って飛ばないといけない。さあ裏回り竜巻、あれ本当分かりづらいですね、分かってても早すぎるとやって逆に出てしまって。さあここは破天荒さん強気のファイヤー波動、さあ破天荒さんが2勝目。さあ次はクレジンさんの、さあ2キャラ目もガルシムでしょうか。さあここはオレンジ色の、吉村カラーですか、KKY カラー、 KKY さんの、カラーですね。さあクレジンダルシム2キャラ目もダルシムです。さあ見てからファイヤーはちょっと遅れたらフレームになってるからね。さあ破天荒さんは、まあ俺とのじゃい結構やってるんで、まあ、最近あんまやってないですけどね、まあ、結構誰しもの知識は持っているはず。さあ竜巻から投げ、さあ置き攻めは台足真空削りで、誰しも逃げれず死亡。さあ1本目は破天荒龍が勝利。さあ開幕は大ジャンプ、さあ石棺から何もせず様子見。さあいい前ですよ、あんま下がらない方がいいですね、竜はその辺をキープした方がいいです。さあその前だと遠い、そう、それよりもうちょい前かな、それ、うん、それ近い。さあその中足ファイヤーがうまい、あさあ、ああ竜巻、あれは幻の梅原竜巻か。さあかなり遠目から竜巻が確定した。さあこれで破天荒さん3勝目。
さあここで京さんの、水色のエメラルドグリーン剣です。さあなんか結構ねこの色を使ってる人多いですね。不思議なカラー。チュンリーもなんかこういう緑色っぽいチュンリーいますね。ここまで鮮やかなね緑色は剣だけです。あ、まあ DJ はちょっと蛍光色の色。さあ京さんの剣がちょっと押しているね。さあしかし画面端マテンコさんのガードが硬くてダメージもらわない。さあ昇竜出ず。さあ画面端きついぞ。うわぁちょっと前歩いてれば削り隠れしょうかな。大昇竜で頑張ればねこう噛み合ってねゼロダメージでお互いにこう地面に着地っていうのもあるかもしれないですけど。さあまたしてもガメージ。この弱波動のね固めがきついですね。剣の弱波動。さあ大足カラキャン昇竜は破天荒さんは様子見てて何もせず。さあ第1台つながって、さあ破天荒さんが取り返す。さあ波動拳、さあ垂直竜巻から、さあ足払い合戦にはいかないぞ。さあ波動打ち返して、さあ飛んだ。しかし1個は待っている。さあ波動でどっかで切り返す。弱波動きつい。波動さあここで切り返して、さあなんとか画面を稼いで、さあもうちょっとで真空が溜まる。溜まった。もう上を行ってしまった。さあ時間がない。さあ京さんが画面端でガンガン削り通して、さあ破天荒さんは、3勝止まりでしたね。さあこれエクスパーさんのさあ2キャラ目は何でしょうか。さあまたしてもオレンジリュー。さあちょっと目が痛い色ですがオレンジとグリーンですね。さあエクスパーリュウとキョウさんの剣ですね。さっきの試合ちょっとやってましたけどね、キョウさんがちょっと押してるような感じです。さあしかし体力リードはエクスパー。さあ真空離して削り割り切って、これがいいですね。さあ波動拳波動拳前歩いて中足。さあここはキョウさんも多分前に歩いていたんでしょう。食らってしまいました。画面端はちょっと具が悪いぞ。さあしかしファイヤー波動で切り返して、さあしゃがみアッパー、あれ硬いですけど、まあちょっとダメージはね低いですが、まあ昇竜ミス量よりは全然マシです。さあ切り攻め波動拳。さあ真空は溜まってももういいんじゃないかな。使う必要ないですね。さあここ落ち着いてしゃがみアッパー。さあエクスパリューが勝利で、さあ次は米崎さん、さあいらっしゃいませ。さあ2キャラ目のダルシムのカラーも一緒でした、グレーに水色。さあ死人のような色ですが、さあ様子を見ている米崎は様子を見ている。さあエクスパーも様子を見ている。さあ何も始まらない。さあスライディングでは昇竜、あれねスライディングもう打っちゃってたら昇竜は暗い確定ですね。
かしまだわからないぞ。あっと投げでは安い。今のは昇竜拳が良かった。さあコアファイヤー食らってしまって、1歩目米崎ダルシム。まあ石棺から透かして、あれ俺もよくやるんですけど、昇竜置き攻めのスライディングをねちょっと遅らせると昇竜拳が透かったやって投げかくになる。さあエクスパーはボタンをパン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 押している。さあスライディング当たって、さあシンクはガード、さあこれもガード、さあ中パン食らってリーチ。さああとは適当に振った足手足に、あっここは削りにいった。さあ強気に削りにいって米崎ダルシムが勝利。さあなんとここでゆうべが警察登場。さあ、ゆうべが対米崎、さあ、どっちが上なんだ。さあ、お釣りが大キック、痛すぎる。投げ投げ投げず、さあ、上をビュンビュン飛んでいる。さあ、画面端、さあ、ナイトメアがあれば怖くないが、投げる。さあここはナイトメア、しかし安い。投げまーいはダルシムが勝っている。さあ米崎ダルシムが1本目を取って、開幕中取り中取り投げ。さあめくりホバー、あー大きい攻めをミスった、珍しい。なんか貝のようになってしまいましたね、リングさん、珍しくしょんぼりしょんぼりしてました。さあ米崎ダルシムはなんとゆうべがポリスを暴動ですね、暴動を起こしましたね。さあしかし次に登場、セオウ君のなんとチュンリーですね。さあセオチュンリー、米崎さんどうだろう、やったことあんのかな。結構ハイブリッド的なダルシムなんで結構難しいですね、攻め落とすのは。ガードも全然俺よりは全然硬いです。さあスライディングは当たらず、はい、やさあちょっと待って、何もせず、あっとこれは膝蹴り。さあここテンションを遅らせて出したのに垂直ジャンプ小キック、あ、小パンか、あれね。そう、あの真下に行くのってあれぐらいしかないんですよ、ダルシム。さあしかしあれ前に歩かれて多分食らうとなんか半角とかになります。さあ1本目は米崎ダルシムが、さあここはセオチュンリー、さあ必死にゲージを回収しに行くが、さあまだ溜まっていない。さあテンション、さあ溜まったよ。あっとドリル落ちずに中足から貢献貴貢献。さあちゃんとガードしますね、落ちないところはね。さあこれは相打ち、しかし美味しいのはチュンリー。これまた同じですね、デジャブ、デジャブ、デジャブパニックですねこれね。さあセオチュンリーが取り返して 1-1。 さあ開幕踏みつけいったのが、読まれていて先制ハイで落とされましたね。さあフレイム、さああれは気候圏を1回相殺すると次打てるのがダルシムが早いんでちょっと画面が押せるという。さあしかしこの状況きついぞ。さあふんわりしたとこ飛行機当たらず、さあ投げ確にはならず、さあ投げたのはダルシム。さあ米崎ダルシムが3勝目、
俺さあ2連勝中の米崎ダルシムに乱入するのはカワシム。今日は珍しく2キャラ目ダルシム。あ、米崎さん今3勝中ですね。失礼しました。3勝中、今破天荒さんと並んで同率1位ですね。白い方が米崎さん、やや肌色っぽいのがカワシム。ダルシム、ダルシムはドリルが超強いので上を取った方が強そうですが、一応近場でチョップで落としたり、立ち中継立ち台系など置いておくと落ちたり落ちなかったり。さあ先に削ったのがカワシム、体力ほぼ一緒だったんですが転んでいたので、起き上がりインフェルノは一応ギリテレポが出ますがちょっと難しい。さあドリルで収まりつけたり、ノスペを置いてみたり掴んだり、ドリまたドリルとノスペのピオリ値が高いのでラッシュで暴れて食らってしまうと割とすぐピオリ。さあショースライインフェルノ、ダルシム同士になるとこんなに試合展開早いんですね。なんか他のキャラでやるとなんかゆったりダルシムが待っていて時間かかるイメージがあるんですが、さあドリってテレポ、さあドリルをガードした後に飛ぶか下段を重ねるか、さあ手前に落ちてしまった。勝ったのはカワシム。京さんです、初めてマイクを持つので失礼があればお許しください。カーシム対、ソルテープキャラが、カーシムさんいつものダルシムでいつもの緑のセロテープ剥がれてしまえと思いますが、なかなかいいテクニックがあって誰しも戦いにくい楽しいアンちゃんです。さあ始まります。ドリルから距離近づけない、間合いがなかなか詰めれない中で我慢のザンギエフと火をずっと吹いてるダルシム。多分セロさんならワンチャン掴んで見せ場があるかなというところですが、ほらあの中足ね、ジャンプ中キック下の2位がね強いですからね。と言いながら時間半分で偶然の灯火、まだワンラウンド目、あ1個ダウン、何かある何かある、あーやっぱり厳しい。37秒よく持ったかなとお、ワンダウン目、一つ目、はい、1回目テレが取る、おーテレポもバレている。そう、1回掴むとこういう感じ、見せ場がありますね。いい試合だな、いい試合だな。愛嬌とサービスって言ってますけれど、これで負けるとカッコ悪い。さあカシムどう出る、1手目が当たって2発目が、体力半分までにワンダウン取れて1回スクリューできると残機もまだあるんだけど厳しいかな、大会では厳しいかな。1回触った、もう1回触って、うーここに距離、セロならやってくれる、やってくれる。30秒が終わるところ、ちょっと距離が詰まってもう下がれない。15秒あれば残機から勝てる、大真面目かー、やっぱりというかのカシム。次がハクさん、キャラはセロテープからです。ありがとうございました。マイクは今お客様の京さんに持っておりました。さあここでダルシムに入っているのがハクさんのキャミー。ダルシム使いは非常にキャミー嫌がりますね。なんかジャンプ中盤で飛んでるだけで結構落としづらくて大変という話を聞きます。もちろんそれだけではないんでしょうが、さあかなり気を使うらしい。さあ中盤キャノン、中盤でピヨッタ
さテレポで逃げて、キャノン使って投げ、さあドリルと下段でダメージを奪っていく。おっとキャノンが伸びる。最後は重ねが甘かったか、川島が相打ち取って1ラウンド取り返す。さあ3ラウンド目、あの中盤ですね、垂直も前ジャンも中盤がとりあえず強く強い。さあフーリガン、ダルシムは通常技で頑張って返すしかない。最後は苦し紛れで動いたところにキャノンが当たって川島の連勝止める。キャミー対、破天荒竜です。さあ中盤中足スパイラルアロー、さあ減りますねこの3段。さあハクキャミーが1本目、さあフーリガンがね本当よく出ますね。お、なんと友澤君が登場、だいぶ遅いので。さあ2本目リードしているのは破天荒さん。さあダイヤスタイク、さあ前ジャンプ、さあ真空かと思いきや普通の波動でしたね。さあ破天荒竜が取り返して1-1。さあ現時点トップが3勝3勝3勝。さあフーリガンが入ってめくりにいったがスカリュー、さあが逆に画面端きついぞ。さあしかし真空はないので、まあ、一発で死ぬことはないが、さあフーリガン、さあ昇竜拳、これはさあ確定のタイミングでちゃんと打ってましたね。はい、こんばんは。おー、山本さん、こんばんは。こんばんは。大会はだいぶ進んでます。あ、今日ね、はい、米崎さんが来て。米崎さん、え、あの、関西勢の誰しも近いですね。なるほど、強豪です。ごめんなさい、僕、ご存知なくて。あ、そうです。申し訳ないです。大会に結構出られてました。あ、そうなんですね、ごめんなさい、大会動画とかもあんまり見ないから、実は。いや、あのね、数少ないダルシムの、あの、強い方の人です。強い方の人ですね。あ、天子さんがラストプレイヤー。ラストプレイヤー、はい、そうですね。さあここで、さあ、千本さんですね、千本さん、千本さんのフォーク X フォークですね。そうですね、さっきベガでしたんで、いやー外の気温も暑いけどなかなか暑い、暑いですね、展開ですね。おー、吸った、減るな、あー、ちょっと高い、半飛びね、半飛びね、さあ垂直からコンドルダイブ、さあ5番から N コパからハメ、上から、さあつながっていないが、さあどうする。さあハーテンコさんはもうがむしゃらにやりに行くのか。さあ高めジャンプ大キックめくり、さあ千本くんが取り返して1-1。ガードガードガード、さあ大足相打ち、相打ちだが、さあ勝利食らってが回る、うんーと、さあ勝利、もっと光った、うんーと、まさかの、いやー、やっぱりあれですね、千本さんメインキャラなんですよね。俺たちなんか、ね、俺たち感じましたね。さあ2周目終了、これで、はい、
最高連勝数が3ですね。米崎ダルシム3勝、破天荒龍の3勝。さあ今日はなんか勝って負けて勝って負けてっていう展開だったので、いい展開だったね、うん、3勝が最大ですね。まああれですよね、組み合わせによってね。そうですね、今日はだから、うん、うまい具合にこう強い人の後は強い人とかそういうのがそう並んでたみたいで、なるほど、そういうのも面白いですよね、ちょっとね、うん、あとはキャラ、サブキャラとの組み合わせとかで、はいはい、結構なんかうまく回った感じですね。お、ということは決勝はダルシム、リュウダルシムですね、ダルシム対あ、でこのリュウっていう形ですかね、これ。そうですね、さあ 1P を選択したのは破天荒リュウ、さあ 2P が米崎ダルシム、米崎さんですね、米崎、はい、グレーの水色のダルシムです。ムーさんを、ムーカラーです、ムーさんを強くした感じですね。なるほど、ちょっと失礼ですけど見てたらごめんね。ムーさんを強くした感じっていうのはちょっとよくわかんないですけど、ムーさんすぐ逃げちゃうの、ダルシムなんとかとかやってるとね、2、3回やるとね、すぐなんか DJ とかやってなんかね、そう、米崎さんね、ハイブリッドの、さっき俺何回も言ってるけど、はいはい、こう結構攻めるスタイルも持ってるし、なるほど、待ってるスタイルも結構うまいですね。逃げすぎない感じですね。おっと、竜巻がヒット、しかし、弱中間近いの、あ、コパンですね、投げ返して、さあ、いけるの、さあ米崎ダルシムが1歩目、さあここは 3先なんでね、3勝した方が勝利です。さあ破天荒さんとしてはどうですかね、あダルシム戦ね、まあ課題の一つではあると思いますけど、まあ、ダルシムもねそれぞれ人によって全然動かし方違うんでね。おっ、ピヨッターナイス、真空でやりたがりだから見せプレーを意識してびっくりしちゃいました今飛んだ時ちょっとね、大キック高めに当たってね、あれ繋がるのかなと思ったけどちゃんと繋がりました。さあ1-1で、さあギリギリの間合いですね、その間合いがダルシムが波動を見てから対応できるギリギリの距離、まずい距離ですねこれ。勝利打っちゃった、投げ、さあ1本目は米崎さんが選手、そうですね、さあ破天荒さんは首をかしげながら直していきたいところ、さあ何しようかなって感じですかね。そうですね、迷うんですね確かに、はい、うまくチュースラー全部潰されちゃいますからね、ダルシムは。さあスライディングには昇竜拳、弱滑にチュースラスト、すぐ取りね、あっと半角をミスって、おっとガード、しかし行く、あっとまたしても梅原竜巻か、いい竜巻だ、いいですねあれね、ギリギリ当たるかどうか、本当ギリギリのタイミングの竜巻です、ね、さあ熱いよ熱いよ、ちょっとどっちに行くかわからない竜巻、ちょっとエクスパーさんっぽいですね、ねえ、わかんないですね、あれダルシムは多分なんかボタンペット押しても逆側に出ちゃって背中からなんか食らうとかね、ここは間合いがちょっと違って投げしけに大キック連打、これは半角、おっと半角流した、おっとまたしても梅原竜巻ですね、あれね、狙いに行きましたね、なるほど、いやしっかり勉強してますね、あでもまた、さあ開幕しゃがみ中盤を振ったがダルシムが何も出していない、フレーム、遅らせフレームですね、さあフレーム、おっとファイヤーからフレームに切り替えてきた、
さ、あのスライディングね、置いてあるのに対しても、大足すかし見てから、あー今のはもうしょうがないですね。ぴったり合ってました。いい距離でしたね。あー、もう あそこは当たらない距離でしたね。龍の五角形波動拳ぐらいしか当たらない。もうあなたら龍はもう第5とかで前に詰めて、そうなんか仕掛けていかないとダメ。あ、バカになる。しかし、やっぱあっと、いい竜巻だったが、ブラストだった、はい、さあ、この距離感、今ぐらいまで、そう、これぐらいまで詰めれば龍がいける距離です、はいはい、さあ、インフェルノ3発か4発だった。さあ、体力大幅リード、米崎ダルシム。さあ、米崎ダルシムがリーチ、かなりいい戦いをしている。投げる中スラから投げ、ヘール。さあ、スライディング、昇竜拳が今なんか潰されましたね、しゃがみコパンから。ナイスタスマキ、テレポーテーション、心の扉開きましたね今。さあ、どうする、ダイゴスから、あ、ダイゴスから、もうダイゴスからやるしかないですね今。さあさあ、ダイヤシ、ダイヤシ投げ、投げ、ゼロフレ投げ、頑張れば投げれたところをやりに行きましたね。もうダイヤシが勝負かけに行きました、ね、おっと、これはちょっと乗ってきてますね、破天荒さん。いいですね、リズムがいいですよ。いいですね、いいリズム。もうあとは真空貯めてどうしようかなという感じですね。とりあえずゲージ欲しいですね。さあ、ここはちょっと中ボス、ここに中ボス、初めて中ボスですね今ね。いいですね。さあ、いい波動ですね。それは反応で、あの、避けれない。インフェルノ、たまらずインフェルノが真空ガード進む。さあ、真空削り、さあ、取り返した。おっと、ここ一本取り返した、あるのか。さあ、破天荒さんがニヤ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 してる、嬉しそうだな。おっと、ここに来て色変えてきた、顔色がさらに悪くなったぞ。ダルシムいい色ないですからね。健康な色しかないですからね。そうですね、もうグレーからね、この変な水色みたいなのから紫色とか青銅色っていうんですかね、あとオレンジとか、ね、金属の色してますよね。やばいですね、さすがヨガ、ヨガを極めただけありますね。やばいですね、と言ってる間に1本。さあ、なんかちょっと見てなかった間に取っている。さあ、開幕取った、ナイス、ピオラズついてない。あれ、ピオるんですか。ピオる時ありますね。3発でピオる、それがダルシムです。開幕だから飛ばれて3段食らってピオって死ぬっていうのありますから、ね、応募にしてあります。あーっと、コスラが入った。あれ、根本なんですね。繋がりますよ。ただ、今ドリルからスライディングは繋がってなかった。つまり、あ、なるほどなるほど。で、投げられてし、さあ、米崎ダルシムが勝利。米崎さんが勝利ですね。さあ、優勝です。おめでとうございます。お願いいたします。お疲れ様でした。おめでとうございます。ってことお願いします。たまたまゆでがと瀬尾さん殺せただけなんで。なるほど。いやー、すいません、わざわざね、今日遠征で来ていただいて。あ、いえいえ、すいません、どうもありがとうございます。いや、こちらこそ。自分もまだ来たばっかりなんで。あ、そうですか。申し訳ないです。あ、いえいえ、あの、滞在は何日かされるんですか。いや、まあ、明日帰る予定です。なるほど、なるほど、はい、ですね、はい、はい、観光とかですか、じゃなく、まあ、仕事とか。フラットフラットですね。はい、いや、本日はどうもありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ちょっとあの、まだ閉店までお時間ありますので。はい、わかりました。の試合の方楽しんでください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあですね、本日の、四季の細道、第83回ですね、7月13日金曜日第83回、優勝は米崎さんですね。米崎さんのダルシムですね、はいはい、初参加遠征勢で優勝。はい、結構遠征の方優勝すること多くないですか。え、気のせいですか。四季地元勢ちょっとだらしない。四季地元勢ってちなみにどなたなんですかね。僕もちょっと正確に白くんとかかな、把握してないんですけど。友田さんとかじゃないですか。あ、なるほどなるほど。グッチさんとか。なるほど、はい、あ、
結構いい成績上げてる方々ですよ、ね、そうですね。でもやっぱり、ね、身内に強くて遠征に弱いみたいな、はいはい、あ、なるほどですね。あで、デイトナ式とはあんまり関係ないんですけれども、はいはい、鹿島田マットマウスさんがあ、なるほど、もう今月中に閉店してしまうということで、はいはい、なんか今度の日曜日、はい、あれ日曜日ですね、はいはい、日曜日になんか、はいはい、X の大会が催されるという、夜7時からだったと思います。で、6時から受付開始で、はい、なんかちょっと珍しいルールで、はい、キャラ申告を直前に行うみたいな感じの、ああ先出し、いや、いや人間だけエントリーしといて、はいはい、試合始まる瞬間に組み合わせが決まった瞬間に、いや試合やるときに、やるときに毎試合変えていいみたいな、海外とかで割とあるルールなんですけれども、はいはい、たくさんキャラが使える人が割と有利みたいな感じのですね。鹿島田マッドマウスは、はい、最寄り駅がどちらなんでしたっけ。鹿島田駅か、はいはいはい、もうちょっと離れたところに、なんだっけな、新川崎だったかなんか、あ新川崎、なるほど、新川崎から鹿島田を越えていく感じだから、南武線が使える人は鹿島田直接行くから近いような、 JR 南武線の鹿島田ですね、はい、はい、とか、はい、あっちの方なんで、はい、なんかラスト大会とのことなので、そうですね、参加できる方はそうですね、来ていただけると、はい、ちょっと山本無理っぽいですね。まあちょっとこの辺の人は遠目ですけど、まあちょっと予定が無理っぽいですね。いやー行けずじまいな気がしちゃいますね。そうそうそう。それからあと発表があったのが8月の11でしたっけ、はい、XS と、あ、はい、秋葉原のそうですね、 e スポーツスクエア、はい、セルテフさんも大好きなメンバー探してるという、あそうですね、はい、大好きな大好きなお酒が飲める、はいはい、そうですね、はい、XS とですね、そうですね、スリーオンですよね、今年もね、はい、今年もいつも例年通りの、はい、エントリーも始まってますね、確か、ね、確か1名の方、どなたかエントリーされてましたね、あ、もうされてる方いるんですか、はいはいはい、早いな、大盛り勢だったかなと、なるほどですね、思ってます、皆さんもね、はい、3人集まりし、あ、別にエントリーしなくても当日会場、そうですね、確か見学もありだったはずなんで、はい、中で飲み食いができてフリープレイ付きで2000いくらとかそういうやつですよね、はいはい、前夜祭とか、あ、まだ聞いてないですけど、まだはっきりは決まってないですけど、はいはい、まあ、おそらく、あ、でもやらないんだ、 XS とはあんまり前夜祭聞いたことないけど、まあ思ったんで、なるほど、その前後にどっかのゲーセンで何かするかも、そのですよ、筐体持ち込みしますよね、確か秋葉原に、秋葉原でもそんなに台数置けないから2セットなんですよ ね、で、あと今週はとか何台か壁端に置くような感じで、はいはい、そうそう、今週はといえばさっきX ゲーマーズさんがコメントで言ってたんですけれども、はい、日本版のアニバーサリーコレクションの発売日がついに決まりました、決まりましたね、ですよね、はい、10月とかです、10月です、2018、また結構先なんですけど、なるほど、なんか結構先ですよ、はい、でも日本語版と海外版が両方入ってるから、これそんな2倍お得じゃない、そうです、最終的な解決案として、でネット対戦は世界中でやるので海外版で、あ、なるほど、マッチングにする感じ、あれ値段2倍とかにならないですか、大丈夫、4800円とかでしたよ、あ、意外とリーズナブルですね、はい、あんだけ入って4800円はだから、もともと16ゲームだったのとか32ゲーム入ってることになるんですか ね、一応、なるほど、はい、お得な感じ、16タイトル入って4800円、すごい、それが32入って4800円、すごい、俺らカプコンの回し物かなんかみたいな感じで、すごいですね、こんだけ言っとけばなんか俺らにソフト1本ずつぐらい来ますかね、いや、プレステごと欲しいですね、できればね、僕スイッチ版でいいんで、できればなんですけど、はい、そういうことですか、ですね、で、なんかローカルマッチは日本語版もできるけど、ネットワーク対戦は海外版で行うみたいな感じなので、1タイトル150円とかですよね、今電卓出しましたよね、はい、ちょっと計算しましたけど、はい、いやいや激安じゃないですか、スマホゲー並みの値段じゃないですか、ね、なんかイカプコンさんで特典付きの予約も始まってるので、なるほど、はい、まあまあセルゼフさんはねちょっと有名な方なんでね、有名な方なんで、ぜひぜひカプコンの方こちらの方に、ああもしなかったらスヨテープさんあてこちら今テロップ出てます、ますスヨテープさん下へこうテロップ出てると思うので、ああこちらまでセロテープ係までお願いしますということでですね、はい、なのでなんか、はい、30年目ラスト2はもう少し短いですけど、はいはい、なんかまだまだいろいろ、そうですね、あ、スト1が30年ですね、ストリートファイターで30年ですよね、それでまた2は何年なんですか、89年、89年、91年、どっちかちょっと曖昧ですけどね、
あ、ファイナルファイトが80いくつだったかな。一応 X 勢あれですよね、スト2勢ってことでいいんですよ。まあ、旗から見ればそうですよ、はい、厳密に言うと、まあ、X 勢はスト2勢の派生かなと思ってます。まあ、はい、長々と、あ、今ここになんか初代ぐらいの頃から生き残ってる方とかも、そうですね、はい、はい、まあ、まだまだリトナ式の大会も、そろそろの大会も、いつの間にか83回で、ね、100回まで行きたいですね。100回、あと17回、はい、はい、まあ、とりあえず100回ぐらいまではやってみましょう。まずはそうですね、までは頑張りたいです、はい、その先どうなるかよくわかんないですけど、そうですね、はい、今後もよろしくお願いいたします。じゃあ、はい、というわけで、もう試合まだ配信されますかね。はい、まだ配信されますということで、今やってるのが、ゆうべがさんとクレジンさんですね。なるほど、はい、出しちゃいましたね。そうですね、配信出てます。はい、これがゆうべがさんです。さあ、1個目、まあ、そんな感じで、はい、じゃあ閉店までお楽しみください、はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。あとごめんなさい、はい、多分招待数よりプレイヤー数の方が多いはずなんで、皆さん、回転できるように、ラウンドロビンで交代でお願いします。若干の譲り合いをしたいところですね。どうしてもレンコインしたいときは後ろの人にね、ごめん、はい、もう一回だけ、まあ、譲り合いつつ、ぜひでそういう形で譲り合いでお願いいたします。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。失礼いたします。Round one, fight!
すいません、川島です。さあ今配信台で、リュウベガさんが、やってますが、今ニーヤさんのホンダ、5先やろうぜということなので、ちょっと解説に入りたいと思います。さあベガホンダ、どうなんだろう、ホンダ側がちょっと有利か、そんなに有利はつかないと思いますけど、高め大会し、あっと100巻使って投げる、ガードガード、さあ歩きナイトメア、100巻でしたね。さあ新谷さんの読みが大正解、どすこい、あれ引きつければ折り際に返せるね。さあ小足でダブル2が止まる、小パンじゃなくて小足、うまいな。さあここは100巻から投げ、さあ1本目は新谷さん、ベガがどうしたらいいんですかね。さすがのユーベガさんでも、かなり難しいですが、カニがね機能しないんでね。あピヨッタうまいな、垂直ジャンプ中キック黒足ダブルに、うまいなあ。だけコパンつけてダブル2やった時だけ頭突きが出る。さあこれユーベガさんがナイトメアで、まあ、開幕大100巻よくガードしたな今。さあめくりにはどうすこい、さあこれはおいちょう、うまいな、まあね、2回読みが通りましたか。ラウンド3ハイで8時間で落としましたね、中足だ。そう、頭突きやっぱ出すのが早いとダメなんですね、負けちゃう。ダブル2に頭突き、さあ今の間合いは難しい間合いですよ。さあ歩いてきたところに最高に来ました。さあダブル2、大ダブル2です。さあユーベガさんが取り返して、これで1対1。さ
か、ちょっと乗ってきたかな、ゆうべがさんが。開幕立ち台キック。ハリテで前を詰めたところにダブルニーが刺さる。めくりくらって、これは死亡。ハリテで前行ったところ、ぴったりでした。ダブル台キックでめくり。今これ1-1ですか？そうです、1-1。あ、なんでピオルがあれで。長ピオっちゃう。さあ、5番。さあ、ゆべがさんが2正面。これ、ベガ側の方がちょっと不利ですよね。そうですね、やりにくいと思います。本田が楽しようとしなければあれですよね、それはあのドスコイですよ ね、 そうですね、ドスコイにバックジャンプで立ち合うと死亡ですね、1回で。だって玉なしキャラでね、溜めてる本田にどうダメージ取るかって本当にほぼ全キャラ難しいと思うんですけど、さあ歩きナイトメア、あー難しい今の判断、あー抱きしめられて、あれよくわかんないですけど 1P 側 2P 側で壁背負ってるホンダに対して前飛びするとタメが解除されるんですかね、なんかどっちかはなるんですよね確か、つかるんですか、いやあのタメが解除されてホンダの後ろタメがなくなるはずなんですけど、さあまっすぐはめに来る、おお壊しすかし投げ、長田ロックですかね、ね、さあ 2-2 で星が並ぶ、いやいい勝負ですね、さあちょっと色を変えてみた、あ友座カラーですかね、開幕、あーすっげー、開幕じゃない、中盤でしたね、中盤ちょっと高めでした、繋がりましたよ、すごい、バックジャンプ、若干も見ている、めくり大キック、さあガードしたが、おっとピヨっていない、がきっちり投げ返している、あっという間通り返して 2-2、 え2-2、いや 2-3 ですね、ゆうべがさんが3本になりました、これで 3-2 か、ゆうべがさん3、めくりに対しての対処がホンダがちょっと難しいんでしょうかね、そうですね、多分100巻で逃げてもスライディングホバーが間に合うんでしょうね、あれさあ、でやっぱベガはなんとかしてね、こうやってダウンさせて2択で殺すと、最後はめくりは食らってないんですけどね、中最高かな今カッカン、わかんないぞこれ、この足台足はバックジャンプで回避、相打ち最高で、あれ相打ち取れるんですね、ね、あっとごまかして抱きしめる、あ大キック強いな、さあ上からなんとジャンプして、大キックすかし、おいちょうまいな今のは、さあやり返した、さあこれ取れるかどうかでニアさん随分違いますね、そうですね、3-3になるか4-2になるかですね、さあ慎重に、ホンダ側はダブル2のあとキシャリで入って、変わったツーヒートでしたね、なんかおー一応さあ高めから高めの中キックピオラする気満々、さあ中足最高、さあめくりでしたね今ね、さあ打っていく、あっホバーが間に合う、なんと中足中足に割り込んだ感じですか今のは、なんとか無双ですねあれね、なんと使えないと噂のスパコンを使っていく、 3ヒットしました、折り返して 3-3 で並びましたね、さあ今のはでかいですね、いやまだ 3-3 で5分ですよさあスタ
タミナ無尽蔵のユーベガさんに対してニーヤーさんは若干おじいちゃん。五先でも疲れてしまう。あっと噛み合って、上を取りに行く。どうすこい、合わせていく。さあ、おいちょ、完全に入れてある。あっ、削りきれないぞ。相打ち無理やり取っていく。相打ち100巻、今の判断はうまかったですね。大キックでお釣り、ピュッて。これを見たパターン。あっと、ミスター珍しいやん。なんで逆にピオリ、逆ピオリ。あっと、ニーヤさんも負けていない。ニーヤさんも負けずにミス。さあ、お互いミスがありましたが、さあ、喜んでいるのはニーヤさん。なんとリーチを先にかけたのはニーヤホンダ。これなんかかかってるデスマッチなんですかね。どうなんすかね。喧嘩を打ったのはユーベガさんでしたけど。そうですね、ユーベガさんに喧嘩を売る人あんまりいないので。もっとしこげて落として、シューキックで返せるんだね。うまいな、投げ返す。必要な投げ返し。ガン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 と2回ガードと美味しい当たり方ですね。あとがないぞ。削り隠れ、もう投げですね。リーチがかかる。危ない。さあ、端から逃げられない。逃がさない。さあ、コーパンから投げ、まっすぐはめて高めだが、さあ、コーパン熱いぞ。うわー、頭突きに引っかかる。勝ったのはニーヤホンダ。おめでとうございます。5対3で、あ、5対 3?5-4?5-3 ですね。5-3ですね。いやー、すごい試合でしたね。いやー、ありがとうございました。これでも、これ勝っちゃってよかったのかっていうね。ますます付け狙われるんじゃないかっていう。次回もあるってことですか。これは多分宿題になっちゃうんで。おめでとうございますなんですが、なので、じゃあ五先、はい、なんか見応えのある短い試合でした。ただプレイヤーがね、はい、かなり高レベルのプレイヤーなんですね。いい勝負でした。思わずマイクを持ってしまいました。普段はマイク持たずに、まあ、人知れず結構やばい試合が行われたりもしてるんですが。人知れずね、全然違う人が、え、こんなキャラ使ってんのっていう場合もあります。時もありますね。色だけあれで紛らわしいこともあるんですが。さあ、グッチリュウですね。あ、まあ、これは別に普通のノジェアなんで。ノジェア遊びに行くの。そうですね、僕も遊びに行きます。お疲れ様です。あ、グッチダルシム、グッチムですね。グッシムですね。Round 2, fight!
さあ、またしても、川島です。今バイソンはグッチさん、グッチバイソンとゆうべがさんがやっております。さあ、またゆうべがさんが今日はなんかノリノリで、喧嘩を売り続けてセローテープさんが指名された模様持病が出てきました。さあどうすんのかなこれ。さあ喧嘩を売られたセロテープさんは腰が痛くなっちゃったそうで<笑>ゲームどころではないと。さあしかしこの、グッチバイソンを倒さない、ユーベガさんが倒さないと、はい、始まりません。さあ、グッチバイソンが強いぞ。さあ、ヘッド絡み合って投げて。危ないよ、ユーベガさん。ちょっと、ユーベガさん。面白すぎる。さあこのままグッチバイソンが勝ち続けると一生始まりません。さあグッチバイソンね、強いですけど、まあでも S 級のバイソンってわけじゃないんで、よほど噛み合わない限り、グッチさんが勝てるとは思えないんですが、さあ歩きナイトメアもガードしている。さあここでスパコン溜まって、さあ分からないぞこれ。ゆめがさん大丈夫ですか。あー怖い、これベガ何やったらいいのかな。あーヘッド、さあぴったり先読みヘッドにゆめがさんが後から突っ込んで食らってしまうという。さあガード、あのヘッド、ね、アッパーからのヘッド本当ね食らいますよねあれね。さあホバー噛み合って画面端に追い詰めた。さあここがナイトメア。さあパーフェクトかな。あちょっと減ってるか。さあ、元気を取り戻したゆうべがさんが、さあ投げ返して画面端入れ替わるよ。さあオアとダブルニーは同じぐらいのスピードのはずで、さあダブルニーもバイソン側は見えるわけがない。さあ踏みつけて、さあバックジャンプは四季さんだったらあれは四季アッパーでわーって追いかけてくるんですけど、さあここで台が開きました。さあ指名されたセロテープは行方不明でちょっと見当たらないですねどっか行っちゃいましたね。あ飯でも食べに行ったのかな。おっとひょっこり顔出したセロテープ。さあしぶしぶさあワンピ側に座って、さあコイン投入。
さあ始まりました。さあ悪しきの細道番外編で五崎、さあ先ほどの続き、ベガはユーベガ、さあザンギはセロテープザンギ、さあ高めコキックからは投げ返されて、さあコパンコパンシャカシャカやって、しかし中盤で拾われる。さあこれ俺もザンギ使うんですけど、ベガのカニがね本当完璧であればあるほど、ザンギは何もできないですね。さあジャンプダイパンが届いて、さあダブラリ回るが、あっとジャンプダイパン、ジャンプダイパンガードできた。さあいい勝負、さあバックジャンプ中盤立ちくらいしてしまって、前ジャンプ大キック、さあここはタッチダイキックダイク。さあユーベガさんがまずは1本目、さあしかしセロテープザンギエフがいい動きですね。ベガ戦やりますねかなり。さあカニからダブルに、さあビオル、さあここはミスったが、まあまあよかった。ああない、サイコクラッシャーもう一回見やった。さあセロテープザンギエフが1本目取られてしまう。さあユーベガさんはなんか不思議な動きで荒らして勝ち取った感じですね、2本目。さあ小崎のうち、1本目を取ったのはユーベガ。さあスクリュー入らず、カニカニ、さあ立ち大パン、あの大パンもね結構早めに押さないとああやって返せないみたいなんで簡単な技ではないです。あれさあめくり大パンから小足スクリュー、さあこれで全くわからない。さあダブラリは全くと言っていいほど当たる要素はありません。なぜならここはナイトメアをジャンプでスカッシュで裏からスクリュー、今のは読みがドンピシャ。あの中キックね、ほんとこのカニ返しづらい。さあザンギはもうコパンとかちょっと歩いて台足を刺しに行くぐらいしかやることはありません。あとはジャンプで上から大パン、もしくは膝で潰しに行くとかね。さあ何も起こらず、さあここは黙っている。さあバックジャンプ大キック対空、さあ最後でちょこっと削って、さあダブルにセンター当て、あれは返せないですね。さあユーベガさんが取り返して1-1、さあダブルラリアットは当たらず、さあ中キックのカニには本当に当たらないです。あれよっぽどダブラリのこう1発目と4発目もう前歩いて当てる感じですね、体に、足には当たれません。あれさあ大一般体育ミスったが大事には至らない。さあどうなるかな、カニ今大キックでしたね。たまにやりに行く大キックちょっと長いんで見えないです。あれシューキックのつもりでボッタチしてると食らいます。あれ高め中キックガードしたが、もう時間が、あーダブルにセンター。さあユーベガさんが2本目も取る。さあこれで 2-0。 さあ指名されたセロテープザンギとしては一矢報いたい。さあ開幕はスカッタがダブルニーだけ食らって、めくりはダチダイジャンプダイキック食らう。あれねダブラリだと変えんないしガードも振られるしね、と判断に迷うところです。あれさあしかしあれベガとしてはねダブラリを食らうと本当一大事なんで、もう命がけですねあの行動。
まだナイトメアがあれば、ハメは回避できるので、なんとかなるんですが。さあ、カーニー、垂直ジャンプ台キック。さあ、あっという間に3本目。さあ、ユーベガさんが早くも 3-0。 さあ、なぜか緑色のザンギを1回も使わない。さあ、ダブルにめくりジャンプ中キックで、さあ、もうあの最後の中キックの重ねまでね、もうセットプレーです。さあ、小足からスクリュー、これは逃げれないかな。はい、あれでね、あのしゃがみコキック大パンとかになるんですね。立ち大パン、俗に言う青サイ大パンですね。さあ、プレッシャーをかけるのはユーベガ。さあ、亀味に追いやって、さあ、体力あっという間に7割持っていく。さあ、中キック差し返したが、そこは小パンで、さあ、連キャンジャンプを見せていったが、ユーベガさんは動じず。さあ、ユーベガさんが取り返して、やっぱりね、なかなか飛びはね、通らないですね。さあ、中段バックジャンプ大キック。さあ、ここはワンチャンあるのか。まだナイトメア溜まっていない。さあ、ここで転ぶと分かんないぞ。さあ、これでお互い溜まったが、さあ、ダブルにセンター、ここはナイトメア。さあ、ゆうべがさんが 4-0 リーチ。さあ、ここで緑色に変身。さあ、ここから逆転はあるのか。さあ、開幕ダブラリー。さあ、スクリュー。さあ、これはいけるぞ。ダブラリーだ、デイズ。コパンで落としてスクリュー。さあ、しかしこの状況、おっ、ここはジャンプライパン、ジャンプライパンボリーでいきました。さあ、ここは読み勝って、スローテープザンギエフが取り返す一歩取りましたね。おはようございます、おはようございます。お、なんか、まあ、ま、待ってますけど、ちょっと削られてますよ、体力若干体力勝ってますけど、あ、これで追いついたさあ、カニに徹するユーベガさん。さあ、バニシングが当たったか。おっと、スクリュー、今のは間に合わなかったですね。歩いて投げる集団。さあ、あれうまいっすね、バックジャンプ大キック。さあ、リーチ、ユーベガさんが 4-0 で今リーチですね。5先なんだよ。さあ、フリーにホバーにはいかず安全策。さあ、大足。さあ、スクリューミスったが、カニ。さあ、あっ、あっ、さあ、セロテープさん頑張れ。わあ、確定ないですね。さあ、あと一発で、ああ、最後までカニでしたね。さあ、5-0圧勝でした。いやー、うまいですね、カニね。あとは対空も本当ほぼ完璧、まあ完璧とまで言わないですけど、まあ9割以上対空できたと思います。ザンギベガね、ベガ側から考えると結構ザンギのプレッシャーあると思うんですけど、まあ、そこをいなすのがね、ベガの、まあ、面白さというか。カニきつくないですか、中キック。やばいですね、反応のいい人のカニは。
まあ、さらに反応良ければ、あれ余裕でラブラリーホバーやりに来るんでね。ラブラリーは今日はちょっと少なめにしたんですけど、いつもやると切られるイメージがあるので、あ、まあまあまあ少なめにしたんですけど、ちょっとあれですね、飛び見てからのバックジャンプ台形がかなりヤバかった、ね、もうなんか5、6回食らってましたよあれ何もできない、ね、あれ届かないですね、何もね。あれより前に踏み込んで飛びたいんだけど、あれより前いけないですね、ちょっと。あ、いやね、台形と中形と あと向こうの踏み込みによって、立ちコパかしゃがコパか違うんですよ、あれ。大キック長いですよね、あれね。大キック長い。で、グラフィックで分かんないので、ガードしてたり食らったりして、音で初めて台だか中だか分かるぐらいの感じなので、ちょっと、立ちコパ確かに当たると美味しいんですけどね。カニにね、ほんと噛み合ってジャンプしてダメージを取るとか、どれぐらいが噛み合わないと、ね、お、瀬尾くんが暇そうさあ、セロテープさん対ユーベガさんは 5-0 でユーベガさんが勝利でした。さあ、今やってるのはグッチさん、グッチバイソン対ユーベガベガ。おっと、瀬尾くんがうろうろしだしてる。おっと、今度は、ゆうべがさんが喧嘩を売るんではなくて、瀬尾くんがゆうべがさんの胸ぐらをつかむと。お、なるほど。ちょっと試したいことがあると。それをゆうべがさんに通用するかどうか。あ、ゆうべがさんじゃねえと通用しねえと。なるほどね。マジか。とても強力な、技連携を見つけたらしいです。さあ、またしてもこれグッチバイソンが死なないと始まらないってやつですねこれバイソンベガはまあバイソン有利でしょうけど、どうだろう、そんなに大きな有利はつかないんでしょうかね。バイソンをほとんど触れないんでわからないですが、さあ、ダイがバイソン、バイソンはバイソン7あるとバイソン7あると、ベガが3ぐらいですと。さあ、その7のバイソンを使っているグッチさん、さあ、ニヤニヤしながら野獣にカーソルを合わせて、さあ野獣、さあ垂直ぴょん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 、さあバーチカル、さあ今の神格なんですかね。さあダブルに、あ、グッチブランカピョンピョンしてるだけだぞこれさあ、飛んできたところにリバーランをやったら裏に抜けてしまう。さあダブルニー、ダブルニーなんか結構多いですね、カスタタイが。さあ今のスカシって噛みつきうまいですね。さあめくりにはいかず、さあ垂直なんとかで、さあ、ぴょん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 、さあ垂直大キックだったが、さあリードはグッチブランカ、バックダンプライバン。さあこれはうまく噛み合って、さあグッチさんが取り返して、さあ投げ、さあバーチカルで返したが、相打ち。さあ中キックで目の前ローリングをダブルに、今はガードしたが、
ガード。さあグッチブランカが、ああこれは削りでしょ。さあ次は、次は何が出るかな。さあうろうろしている、うろうろしている。さあグッチ、グッチは様子を見ている。さあ白龍、ユーベガ様はどうせ龍だろう。さあこれグッチ龍登場。さあ開幕歩いて投げに行ったのかな、ユーベガ様のダブルに。さあ竜巻暴れ。中足ダブルに。さあコアコアダブルに。これは死にかぐ。さあ瀬尾くん、瀬尾くん、瀬尾くん、瀬尾くんいないな。あはははは。俺がやるの？うん、いやもうね、俺は散々やってるから。誰かなんかレア、レアななんかね人。あ、金子くんがいいんじゃん。お、打つはホーク。なるほど。さあここ1年ぐらい、1年ちょっとかな、ずっとホークを練習して、だってユーベガさんに勝ったことがあるよと。なんか吹いておりますが。さあしかし1年ぐらいでかなり上達して、さあだいぶ体力リードします。ジャンプライキック、今の判断早かったですね。さあ垂直ジャンプライキック。さあ飛びに対して勝利が出なかったのかな。さあめくりジャンプライキックから、あーそば。さあ今のめくりジャンプライキックね、見えないですね。さあ5番連打してるとこにカニの大キックの先端が当たる。さあこれはめくりに、いやめくりにはいけなかったが、まあまあまあもう一回、いやいけない。ああこれはこれはああ会えなく、いやワンチャンありましたね今ね。じゃあ俺はちょっとやろうかな。Round
あ、はい、お疲れ様です。ちょっと、いつもより長く、ね、ちょっと特別なことやってましたので、いつもより長く配信してしまいましたけども、この試合終了で、配信は終了したいと思いますので、よろしくお願いいたします。って言った瞬間に、勝負つきましたね。ということで、お疲れ様でした。また来週も同じ時間で配信開始いたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまたよろしくお願いいたします。来週お会いしましょう。お疲れ様でした。